な。槍川におるはずでは。まだ戻れないんだ。誰がやった？猛虎の百虎長アルタ。大綱でひどい話を聞いたよ。人を人とも思っちゃない。食い物や薬を奪い、民をなぶり殺して、手向かったり逃げようとした者がいれば血祭りにあげる。そういうことか。馴染みの友がこの先の宿を仕切ってるんだ。放ってはおけない。そやつを助け、アルタに引導を渡すぞ。宿はこっちだよ。友とは？イチっていう私の古い馴染みさ。生きる術を教えてくれた。戦の後には会ったか？いや、何年も無沙汰さ。まずは物見だ。ここからよく見えそうだ。あの男に中の様子を聞くぞ。早くしないと兵が戻るよ。侍？何の御用で？助けに参った。来てはダメです。見つかってしまう。位置を探してる宿の世話人だ。知っておるか？誰か来てくれ。大変だ。来るぞ。侍だ。どこにいるんだい？言うな。イチ、生きてたんだ。何用なのさ？助けに来たんだよ。私を死なす気かい？せっかく猛虎どもを酔いつぶしたってのに、こんなことアルタンの耳に入ったらどうなると思ってる？まさか奴らに仕えてるの？死にたくないんだ。どうして戦わないのさ？私を置いて逃げな。あんた得意だろ。ユナは命がけで来たのだぞ。お侍、悪いことは言わない。あの女を信じちゃダメ。イチ、アルタンから守ってやる。居場所はわかるか？誰にも知られてないんだ。あいつの手下にさえ。でも打つ手がないわけじゃない。モーセ、奴の懐刀を探しな。言いなりになってる島の人売りさ、見せしめに殺してやればアルタンが出てくるかもね。人売りだと？ユナに聞きな。よく知ってるよ。お主にどのような遺恨があろうと、ユナの気持ちも汲め。今さら遅すぎるよ。何か分かった？イチ曰く、アルタンを巣から出すには焚きつければいいそうだ。クロードなら苦もない。何をすれば？アルタンの腹心を狙う島の人売りだ。マムシの兄弟、知っておるのだろう？イチから聞いたろ。あいつらの集落は川の近くにある。ならばそこで会おう。頼りにしておるぞ。そうしよう。また後で。まるで砦だ。マムシの連中、塀の中のありさまを見られたくないんだよ。牢獄みたいだから。なぜ知っておる？私とタカはここから逃げたんだ。捕らわれたのはいつだ？ずっと昔さ。どちらも幼子だった。覚えておるのだな。忘れるわけない。吉蔵の拳も、万蔵のあの臭い息も、大蔵の手つきも覚えてる。三兄弟を討ち、我らの意を示す。アルタンを釣り出すぞ。
行こうか。え、うん、どうしてこんな見せしめだ。逃亡を図る者らへの。マムシは非道な奴らだったけど、ここまでと。アルタンが吹き込んだのだろうな。ジン、ダメ、これ以上は。もうやだ、戻りたくない。死はせぬ。待っておれ、俺が恨みを晴らしてやる。苦しめてやって。タカト、私たちが受けた傷、水をくれと言っただけで、わけもなく殺されたすべての芸人のために、そして私のためにも。必ずや仇を討つ。首を取ってこよう。それじゃ足りない。この地獄を見てごらんよ。闇に乗じて忍び寝首をかく。クロードから逃れる術なしと教えてやる。なら早いこと教えてやりなよ。言ってジン、もし捕まったら自害した方がいいよ。カイドウを全て抑えれば物資を奪い放題。これまでの罪の報いだ。黙れ、いつまでもメソメソ泣きやがって。てめえは犬か。畜生なら何する。地獄に落ちよ、この首もらうぞ。これ以上飯の支度が遅れたら他のもんを食わせなきゃな。シズって女覚えてるか。あいつの骨は取りにくれてやった。だがあれだけの肉は誰の腹の中に行ったんだろうな。首をもらうぞ。残りは虫にくれてやる。こやつで最後、ユナの元へ戻るとするか。終わったの。下人はもう生まれない。苦しんで死んだ。罪に比べれば足りぬ。だが大綱の民は救われるだろう。大勢が生き地獄を味わってきたことを知ってたのに、私は何もしてやれなかった。今から始めればよい。まずはアルタンに意を示すぞ。一目で腰が抜けるようなものにしよう。兵を外に呼び出し気づかせよう。見届けさせて。草むらに隠れるぞ。私に任せて。Engatsar Haral Shulkilch! Ich kann nicht mehr dich der Charakter. Aizra, ich muss sagen, ich bin nicht mehr da. Arutan, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Minao, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Ich Naraba Kirumade, Arutan, ich bin nicht mehr da. 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 Ich bin nicht mehr da.
ち。それは人形だよ。血に染まってる。黒犬は子供までさらうのか。ああ、そしてマムシの兄弟に売るんだ。どこにおる。この先に野営がある。猛虎が見張ってるけどね。ならばまとめて切る。黒犬は私が殺さなきゃ。ずっと昔に機会はあった、でもできなかった。力を貸すぞ。野営に攻め入り、引きずり出してやろう。そして命乞いさせてやりたい。無様な姿で。無論だ。黒犬を始末すればアルタンも震え上がるだろう。見つかったら仲間を呼ばれる。俺がやろう。見知った地なのか。槍川を出た後、タカと来たんだ。かくまってもらえると信じてね。黒犬はいないみたいだ。尻尾を巻いて逃げたな。絶対に逃がさない。待て、船が沖に出ておる。あの中だろう。ほら、小舟に乗るよ。急いで。どこに行った。猛虎の悲鳴で呼び出す。何か思い違いをしておるな。すべてアルタンの命だ。子供をさらっておるだろう。違う、あれは忘れたとは言わせないよ。私と弟のタカを捕らえてマムシの集落に撃ったじゃないか。タカ、あれは可愛い子だったな。俺の記憶ではお前があいつを差し出したんだぞ。知っていれば。ユナ、お主が切れ。怪我はないか。早く船を降りて。燃やそう。アルタンも我らのことに気づき、動かざるを得まい。ジン、黒犬が言ってたこと本当なんだ。なんだと。あいつとは大綱であって、飯と寝床をやるって言われたから、タカも連れて行ったんだ。気づいたら酒飲まされて眠って、タカは起きなかったけど私は見てた。あいつを殺せばタカを救えた。でも怖くて見てるしかなかった。せめてはならぬ。こたびのことで守られた子もおろう。少し休みたい。宿に戻るよ。後で会おう。
何事だ？アルタンが来たんだよ。おかげでこのざまだ。櫛の境にある野営で待ってるとさ。許してはおけぬ。必ず成敗しよう。殺すしか能がないくせに。民を守るが我らの務め。アルタンにも思い知らせてやる。それはあんたの務めだろ。ユナはどうなのさ。野党に誇りなんてない。どうにかするから。約束だ。約束なんて信じられないね。あんたのことも。馬のところに行こう。罠に飛び入るようなものだぞ。でも位置には借りがあるんだ。我らの狙いはアルタンだ。何があったにせよ心を囚われるな。何も知らないくせに。位置と会ったのはマムシの集落。あの子も芸人だ。それからはいい姉貴分さ。面倒もよく見てくれて。逃げ出したのも位置の案。位置が選んだことだ。借りではない。まだ続きがある。三人で逃げようって約束して、一斉に走り出した矢先に一が悲鳴を上げたんだ。でも助けなかった。あの子を見捨てたのさ。命の恩人をね。己を責めるな。マムシの兄弟に挑んだとしても殴り殺されておっただけだ。逃げるが勝ちだったってこと？しかももう子供だ。逃げねば生きられぬ時もある。後ろめたさを引きずるな。過去の話だ。アルタンとの戦いで枷になる。そんなこと言われずとも分かってる。ここだ。抜かるな。アルタンの兵の数すら分からんぞ。どこかに隠れてるかもね。逃げて回るつもりだ。ジン、誰か来る。あいつだ。アルタン。手下を引き連れやがって。アルタン、数々の所業を悔やむがいい。笑わせるでない。同胞を手にかけておいて。マムシの兄弟も黒犬も裏切り者だ。だからどうした。クロードとなって殺してもいいというのか。竜像がこちらに着いたのもよくわかるわ。黙れ。ザレ事はしまいだ。
前も生き残るのに必死なのだ。なぜそうも同類を毛嫌いする。俺は平和のために人を重ねるな、欺瞞の化身め。アルタンを殺してもクロードを仇に思う連中はいる。みんな次は自分の番だって怯えてるよ。俺が斬るのは悪人のみだ。私たちをどう見る？ただの化け物。あんたらはよくやったと思うよ。さよならユナ。イチの言葉気にしないで。皆に恐れられてはかなわんな。あんたの行いもその訳もわからない奴らはいる。だが下道に落ちてはおらぬか。落ちててもあんたには正義があるよ。